大西洋岸森林南東部の保護区群は、ブラジルの世界遺産の一つである。大西洋岸森林のうち、パラナ州からサンパウロ州にかけての一帯に含まれる25の保護区群が対象になっている。一部の保護区は、大西洋岸森林生物圏保護区にも含まれている。革新地域だけでおよそ47万ヘクタールにもなる、広大な熱帯雨林地区だが、 本来の原生林の8%でしかない。人類の開発の歴史によってその多くが失われてしまったことから残されている熱帯雨林の豊かな動物症、植物症を守ることを目的として世界遺産に登録された。豆か、東大草か、クスノキか、太ももかなどの森林が残っている。以下の登録対象はユネップのサイトに基づいている。 生態系保護拠点には、連邦、サン、パウロ州、パラナ州それぞれのものがある。IUCN カテゴリーはいずれも矢である。国立公園で登録されているのは、パラナ州のスペラグイ国立公園のみである。IUCN カテゴリーは2。サンパウロの州立公園とパラナの州立公園とがある。IUCN カテゴリーはあるトリベイラが2であることを除けば、いずれも、 2である。登録対象となっている野生生物保護区は以下の通りである。いずれの保護区もサンパウロ州にあり、どの保護区も連邦、サン、パウロ州、個人の管理する地域の根性である。IUCN カテゴリーは2だが、どの保護区も後日の干渉地域に内包されている。あと1件、サルトモラト自然遺産特別保護区が登録されている。 IUCN カテゴリーは2である。干渉地域に指定されているのは以下の5つの地域で IUCN カテゴリーは V である。管理主体は連邦、州、個人のものがそれぞれある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。